皆さんこんにちは。店長武蔵と相仲間のバイク店動画にお付き合いいただきましてありがとうございます。今日はですね、ちょっといつもね、軽トラにいつも箱積んでるんですよ。で、まあ、トラックにこう横にボックスつけたりするじゃないですか。荷台の下のところにね、空間があって、でオプションであったりしますよね、そういうのね。で、ついてないんですよ。で、オプションで買おうかなと思ったんですけど、まあ1万、まあいくらしますけど、で、昔運転手やってる時とか、やっぱりついて、一応ついてるんですよ。そういうのがね、ないと困るじゃないですか、いろんなもの入れたりするんで。で、ただやっぱりね、完全に密閉されてるわけじゃないんで、まあ、泥はねとかね、まあいろんなあれがあって、中にね、汚れたりするじゃないですか。で、まあ、そういうのを考えて、いいかなと思ってですね。ただ箱がないとみんな助手席とかにね置いとくわけにもいかないので、私がね、うちはこれホンダのリアボックス、これをそのまま置いてます。はい。ただ雨が降った後だとね、ここ下がね、水がずっと溜まったままなんですけどね。はい、これを使ってます。はい、それで、今日はちょっとね、雨で出かけたんですけど、まあ、相方とね、店長と3人で、2人と1匹ですか、まあね、出かけたんですけど、で雨だと荷物置くとこがなくなっちゃうわけですよ。あと買ったものとか中に置いとけないとかね。でどうしてかというと、中に置いとくと、あの店長が一緒に、店長ね、中で待っててもらうときに、なんだこれつって、うわーってやられちゃうと困っちゃうんで、じゃあどうしようかなって後ろに、で、いや箱の中もう物がいっぱい入ってるからっていうことで、いや出してきゃいいじゃないかっていうね、出してけって言うんですよ。だから、あ、まあ確かにそうだな。出して空にして、で、とりあえず行ったんですけど。で、せっかく出したんで、ちょっと整理してね、多少綺麗にしてしまおうかなと。うん。やっぱりね、ついね、ボン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 入れちゃうんですよ。ついね。はい。なんで、ちょっとね、整理して、入れていくわけでございます。はい。それで、一応ですね、まあ、これだけはっていう、あれ、わけじゃないんですけど、一応ロープですね。ロープ。はい。これは入れております。はい。で、これ、どうなってますかね、こうかな。変な。あ、これですね。ね、ロープ。はい。で、トラロープみたいな、あれ、ツルツルしてたと滑るんで、これ、なんていうんですかね、若干面が入ってるタイプですよね。こういうロープを。で、当初はこのロープを使って、オートバイとか西張りしていました。はい。だけど今はもう使ってません。はい。ただ、一応積んでおきます。なんかの時にやっぱりロープがあると便利かなと思ってですね。一応積んでるんですけど。まあ、使わないですかね。はい。ただまあ、一応ね、ロープあれば縛るのにね、使えますから。何縛るんですかって。はい。あとですね、これです。牽引ロープ。ね。これも積んでおります。はい。まあこれはね、もし自分の車が自走できなくなった、もちろんそういうこともありますけど、まあどっかでね、自走できなくなってる車があって、でちょっと例えばね、じゃあその辺までっていうとか、あと、オートバイでも一回あったんですけど、お客様はね、事故っちゃってそのまま道路の、ドーン向こう側まで行っちゃって、道路の、なんていうんですかね、路肩っていうのかな、草むら、ボーンと落っこっちゃって、でそこに落ちてるんで、で見に行ったらあるんですよ、ひっくり返って。でそれさすがに手じゃね、一人じゃ引き出せないんで、そういう時に今これ使ってね、無理やり引っ張り出してトラックやりましたね。 1100cc のオートバイでしたけどねでとりあえず押し歩きできたんでね、でそれ積んでっていう。でもフレーム割れちゃっててね、ちょっとね、まあ、とりあえずこういうロープやっぱりね、あった方がいい、ね。で、あと、これですね、ブースターケーブル。はい。短いんですけど、とりあえず、もっと長い方がいいですよね。この間だって、エンジンかかんなくなっちゃってね。で、ブースターでと思ったんですけど、でも結局ね、誰にも頼むことできずに。やっぱ、ね、パーキングで、ね、みんなこう止められちゃってるんでね、真横じゃ、これこんな短いんじゃね、届かないんですよね。だから長めの、本当は長めで使わなきゃいけないよね。ただまあ万が一って時のために、まあ例えばオートバイでもね、測らないっていう時に、まあこれ使って試しにちょっとかけてみますかってできますからね。一応これも積んでいるということでございます。はい。あんまり
高額なもんじゃないです。みんな安物、まあ、見方によって、安いやつですね、はい。さあ、そんなところですね。まあ、とりあえず、この、あれを積んで、そしてですね、ちょっと、仕切りじゃないんですけど、タオルでね、ちょっと引いて、混ざらない。混ざっちゃうと、こう、引っかか、絡まってめんどくさいんで、こういうのを置いて、それで、あとですね、あとは、普段使っているものなんですが、まあ、使ってないか、一応2掛け用のロープってなぜかね、これうちに転がったんで、まあ、もしもの時に使うかなと思ってとりあえず積ん入れておきます。はい、使わないような気はするんですが、一応積んでおきます。はい、であとプラスのドライバーね、これ2番ですけどね、まあ、汎用性の高い、まあ、でも1は1、まあ、一応緩めとけそうそうないと思うんで、まあ、2番をね入れておきます。あとやっぱりモンキーレンチですね、何にでも使えるようにモンキーレンチも入れておくと。あとは、ニッパーですね。はい。なんかこう、やっぱり、切ったりするときがあるんで、メイドインジャパンとか出ますけど、キングティック、グローボックスに入れといてもいいんですかね。グローボックスに入れてるときもあります。はい。ただまあ、今回はこっちに取り合える。あと、養生テープと、なんですか、青いやつね。これ緑色のやつ。はい。なんかあるとき止めたりとか、これ入れておきます。あと、防水テープもあります。これも一緒にやる。ということですね。はい。そしてですね、あと、これ片方しかなぜかないんだけど、革手ですね。やっぱり何かの時に、なんで片方しか入ってないんですかね。両方入れといた気がするんだけど、革手ね。革手はやっぱり必要ですよね。でも片方しかないんじゃ話にならないんで、多分、下ろしちゃったんですかね、どっかでね。やっちゃいましたね。はい、さあ、そしてですね、まあ、しょっちゅう使うものがいろいろ出てくるわけですが、まず、チューブですね、チューブ。これしょっちゅう使うんですよ。はい。荷縛り、車体をね、固定するのに、うちの場合はですね、これは、フロントタイヤを、フェンダーとかがこうあって、鳥居までね、くっつけられないような車両ってあるんですよ。そう、ぶつかっちゃうとかね。そういった車両の時は、タイヤを目いっぱいまで持っていけないんで、手前の方で、左側の煽りのとこをくっつけて、それで左側のフック、煽りのフックにこのゴムでグイッて締めるんですよね。はい、そうすると、まあ、とりあえずフロントタイヤ固定されるじゃないですか。はい、なので、チューブをいつも持ち歩いております。はい、これはあの 700C ですかね。はい、700C の方が細めでね、これ使いやすいですよね。ただこれエアバルブのところで外してないんで、ここをホイールのところにぶつかっちゃうと傷すぎちゃいますからね。またそれは気をつけて使うということですね。はい。まあ何本かあればいいんですけどね。まあ、ちょっと、ただやっぱりね、こういうのは、いざっていう時に、ないと、ああ、ないってことになるんで、いつも、とりあえず多めに入れてあります。これはあれですね、ベーシックバルブがついてるんで、マウンテンバイクのやつですかね。はい。マウンテンバイク。これをこういうふうに入れて、そして残りはですね、あとこれですね、ニトリル手袋、なんかの時にやっぱり手をね汚さないように、はい、そしてあとはこれです、タイダウンベルト。うちはいつもこれを使ってます。はい、こう引っ張ると閉まるタイプね、これあのワンウェイになっててね、でここを握ると緩むっていうね、こういうやつです。これを対応しております。はい、リッターバイクでもこれで十分固定はできます。はい、別にあのリッターバイクの車重を全てこれ一本支えるわけではないので、ただ固定するだけですから、これで緩んだことはないですね、今まで。はい、ただこれも使っているとだんだんやっぱり傷んでくるんで、まあ、ここのフックのね、ゴムのカバーとかね。だからこれも定期的には変えるんですけど。あとはこうちょっとね、丸めてやるやつを。で、8本ぐらい欲しいんですよね。1、2、3。4、5、6、7であっちに1本あるんで、あ、ここにもありますね。はい、やっぱ8本ぐらいね。はい、やっぱり2台積む時があるので、その時にやっぱりあると便利なんですね。はい、そして、このフックでかけられない、こういうフックじゃかけられない場所あるじゃないですか、オートバイで車種によってかけられないとか、そういう時のためにこういうやつね、これを引っ掛けて、それでこれをここにさらに引っ掛けると。あと傷つけたくないとかね、そういう時にこういうのを使います。はい、なんでこれを入れとくと。
少ないですね。3本しかないですね。もう少しあると、どこ行っちゃうんですかね。でもなくすわけないんでね、はい、そんな感じですかね。あとはまあ軍手1個入れといて、だいぶすっきりしましたね。さ出した時はね目いっぱい入ったんですよ適当に突っ込んでたからですね、はい、であとタイラップですね。タイラップもとりあえずね、はい、なんかの折にタイラップがあると便利だな、という感じでございます。あとね、おこれは紙の皿、お椀じゃね、あれかもしれないですけど、これは水を入れてね、飲む時のためのものになります、はい、店長がね。で、そんな感じで、一通り整理をしてですね、でいらないものは下ろすと。余計なものも、ゴミみたいなのもいっぱい入ってましたね、ビニール袋とかね、はい、そうですね、はい、でこれはそう、また買ってあります、違うやつを。なのでそれをもう入れて、あと助手席の方にも実は入ってるんで、グローボックスなかったらね、あのタイダウンベルトも新しいやつ入ったりするんですよ、はい、なのでこんな感じですね。よいしょ、軽トラックの上にこのホンダのボックスをね入れて積んでいるわけでございます、はい、でまあうちのあれをセキュリティ上ね、あんまりああでもないこうでもないというのも何なのかもしれませんが、鍵がないやつ、鍵がない箱を使ってます、はい、なんかどっか行っちゃったじゃなくて、買った時から鍵がついてこないというね。で箱じゃねどうしようかな、ね、でもオートバイにつけね販売するわけにもいかないしということで、これはそのままそういうことに使って、本当はあのキャビンの上にねラックがあって、そしてこういうのラック、そのラックの上にね固定されてればもっと使いやすいかなと思うんですけど、はい、どうしてもねトラックバイク2台とかこうね振って積んで、そうするとこれ邪魔なんですよね、そういう時もあるんで、あれなんですが、まあ、現状はですね、これをそのまま積んでいつも移動しているわけでございます、はい、中古で買ってね初めからついてるとかそれだったらいいんですけどね、ないですよ、ね、前のはついてたんですかね、昔買った鈴木さんの軽トラック中古でね、それは確かついてたと思うんですけど、でもあれもなんかね発行がなんか今やっぱりいまいちなんですよね。で中に入れといてももうすごいもうほこりだらけになっちゃいますし、それがあるとこれは汚れないですね、まあ、もともとオートバイ用ですからね、ね、ある程度は密閉されてるので、しっかりしてますよね、まあ、ちゃんとここにゴムのパッキンみんな入ってますしね、そのあたりはさすがと言わざるを得ない、さあこんな感じですね。ちょっと少し片付けをもう、あとこれですね、オイルスプレー、これ入れといた方がいいですね、はい、これも入れておきましょう、こんな感じでやらせていただいているわけでございます。それトラックの後ろにはそんなのがあるのか思われたら困ってしまうわけでございます。セキュリティ上いろいろ問題もあるのかなと思いますけどね。ラダーとかやっぱりこうお店によってはね、やっぱり盗まれたりすることがあるみたいですよね。なんでオークション会場とかにいっぱいいろんなバイクじゃないいろんなお店のトラック止まってるじゃないですか。もうちゃんとねワイヤーロックできっちりかけてるところもありますからね。でないとやっぱ盗まれちゃうっていうことがあるんですよね。だからそういう人、悪い人がいるってことですよね、そのあたりがね、で会場の中はね盗めないですね。カメラ至るところにカメラあるんで、多分そこでやるとねバレるだからまあいいんですけど、まあ、やっぱ外に出たんですね、お店とかね、あと出先とか置いといてね、持ってかれちゃったんで、ね、大変ですからね、商売道具なんでね、もちろん車両自体がなくなっちゃったら困っちゃいますから、トラック自体がね、はい、そうですよね、大変、盗む人、ね、盗む人がいるからそうやっていろいろねやんなきゃいけなくなるし、ね、でもこういうそういう
まあ、盗む人がいるから、盗まれないようにと、そういうね、鍵だとかなんとかっていう業界が潤うのかなと。なんかウイルスみたい。セキュリティソフトとウイルスの関係みたいなね。盗む人の鍵屋さんみたいなね。これはどういうことなんでしょうか。はい。さあ、まあ、余計なことはそれぐらいにしてですね。はい。皆さんも、盗まれないようにですね、気をつけていただけたらと思うわけでございます。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。失礼します。